はい、よろしくお願いします。本日私真ん中です。はい、真ん中です。です <laughs> はい、私の方から代表で質問させていただきますので、はい、質問後ですね。あの手を出しましたらご回答いただければと思います。はい、ミニトゥエルブのコンセプトである。楽しいがみるみる膨らむにちなんで最近あった。楽しかったこと、何かあれば教えていただければと思います。あ、えー、最近やった。楽しかったことですか？でも、あのちょっと前までドラマを撮影していて、その現場は？ お芝居していてすごい楽しくてなんかいろんな感情に出会えたなってなんか撮影が終わってからも余韻に浸ったほどなんかすごいいい時間といい経験といい出会いがたくさんあってすごい楽しかったなってなんか毎日言ってます <laughs>、えー、この春ですねやりたいことや行きたい場所などあれば教えてください。 うーんでも、ちょっと春関係ないかもしれないですけど、まあ、気温が良くなってきたっていうのもあって実家に全然帰ってないのでなんかこう静岡帰りたいなって思ったりあと、友達とあのインドアの友達と私もインドアなのでなんかちょっとあの遠出。 車で行ける範囲の遠出をしたいねっていう話をちょうど最近していてどこかは決まってないですけどなんかこう気持ちのいい優雅な時間をうんあってと作れたらいいなって思ってますありがとうございましたありがとうございます、えー、ゲストは広瀬すずさんでしたありがとうございました、はい、ありがとうございました